J リーグにおける地域密着の成功事例として知られているアルビレックス新潟。ビッグスワンの感染者の内訳を見ると、実に 97.8% が新潟県在住です。県外から感染にいらっしゃる方々はわずか 2.2%。 しかし、このクラブを物心両面で支えるアルビレックス新潟後援会には、全43地区中3つの県外地区後援会があり、個人会員の数は合計で704人に上ります。これは個人会員全体の 7.6% にあたり、スタジアム来場者よりも割合的には多くの県外在住者がクラブを支えていることがわかります。こうした県外在住後援会員にとって、アルビレックス新潟を応援することにどのような意味があるのでしょうか。2014年に実施した首都圏後援会員へのインタビューからその真相に迫ってみましょう。J リーグの調査によると、アルビサポーターの自宅からビッグスワンまでの平均アクセス時間は 47.2 分。しかし、首都圏後援会員の中にはほぼ毎試合数時間かけてスタジアムに通い続ける方もいます。いや、もう全部一応 C パスも、あ、今は C パスももう毎年、ありがとうございます。で、今年も行けない試合はスワンのナイターって、はいはい、なんか7時じゃないですか、はい、ね、平日だったじゃないですか、はい、帰れないんで、はい、そのなんか2試合ぐらいあったのを抜かせば あと全部アウェイも行ってます。ということはアルベックスの公式戦は9割は行ってるってことですか。行ってますね。ナビスコは毎回ないですけど、リーグ戦は9割は行ってますね。高速バスとか、はい、新幹線とか、はい、抽選の時間に合わせて、はい、4時間前じゃないですか。4時間前ですね。だから、まあ、高速バスの方がいいのか、新幹線で乗るのがいいのかって言ったり。そうなんですね。このような熱心さの背景には、ビッグスワンでの応援が新潟出身首都圏後援会員とふるさとを結びつけている側面があります。ホームもシーズンパス買ってるので、ちゃんと行ってますよ。ほぼ全試合ちょっと行けないんですけども、土日の試合、まあ、そうですね、まあ、実家に帰省しつつ、はい、まあ、どっちがメインか分かんないですけどね両方同時にできるし、うん、そうですね、うん、苦には全然なってないですよ、うん、かえってそれがなんか楽しみですからね、はい、うん、新潟で生まれたんだけど新潟出身だぜみたいな意識ってなかったんですよ、結構長い間で、そう、応援始める直前ぐらいなのかな、子供が小学校3年とか4年ぐらいの時に、まあ、何の話だったかはこう覚えてないんだけどね、僕は新潟でしょ、で奥さん青森なんですよ、で俺は青森も新潟も関係ないぜと、俺は渋谷の人間だよみたいなことを子供が言ってね、でやっぱそれぞれほら実家にとかね、こう思い出もあれば思い入れもあるんだけども、こうでそういうのってこう日常生活の中であんまり全然意識してなかったのがね、それでポッとこう、そうか、こいつは渋谷がふるさとかと思ったら、やっぱりでも自分はやっぱ新潟だなっていうのがこう思って、でだそれをやっぱりただこう実感できる場所っていうのはねないわけですよ、他になかなか、なんかこうアルビレックスを通じてやっぱり、あ、自分のルーツは新潟にあったんだっていうのをこう改めてこう思ったし、だからプライドオブ新潟ってあるじゃないですかあれがやっぱりねしっくりくるんですよね、まあ、愛してる新潟もそうなんだけど、あ、俺は新潟だよと、なんかまあ東京にね
たまたま今住んでるけど新潟県人ですよっていう、そういう感じですよ今ね。このように新潟県出身会員の地元意識や郷土愛が距離の問題を乗り越えビッグスワンに足を運ばせる要因の一つになっていることがわかります。一方で新潟県以外の出身にもかかわらず熱いサポートを続ける会員もいます。神奈川県出身で現在は千葉県在住の朝倉さんです。知ったのは多分ですね、2003年だと思うんですけれども、ずっともう関東で生まれ関東で育ってたんですが、ちょうどニュースで当時は J リーグ見たことなくて、でたまたまニュース見てた時に、J2 のクラブでそのスタジアムを4万人集客するクラブが新潟にあるというような特集のニュースを見て、その時に初めて、アルビレックス新潟の存在を知りました。はい。J リーグ興味なかったので、その時はまあふーんって感じだったんですけど、まあでも J2 でやっぱりその4万人ってすごいなっていうふうに思っていたので、まあそれでなんとなく覚えてたっていう感じです。はい。2005年にですね、ちょうど長野県に転勤になりまして、でその時にまあちょっと日本海が近くなったなということで、本当にその時にちょうど2003年のそのニュースを思い出して、じゃあちょっと試しに一回見に行ってみようかなと、ビッグスワンにっていうことのきっかけで行ったんですけど、で行ったらまあすごい当時4万人のすごい雰囲気でなんか圧倒されてですね、でまあまた来ようみたいな感じになって、それがどん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 繰り返されて今に至るっていう感じです。いや、なんかすごい家族愛みたいなものを感じるスタジアムで、で最初の頃は本当なんかこう隣のご高齢の男性の方がですね、なんか当時野球しか見てなかったので、この通常サッカーってハーフタイムとかに皆さんトイレとか行かれたりするんですけど、僕はまあそういうサッカーを見慣れてなかったので、もう普通に試合中でも席を外したりとかしてて、でちょうどその時に点数が入って戻ってきた時に、隣の見知らぬおじさんがすんごい嬉しそうな顔で、信号が入れたよ入れたよって全く他人の僕に話しかけてきて、その時の笑顔が本当になんか印象的で、あ、このスタジアムって本当あったかいなという印象でしたね。満員のビッグスワンとそこにあふれる家族愛に満ちた雰囲気は、県外出身者をも虜にする強い魅力がありました。またサポーター同士の交流も首都圏公演会員の熱心なサポート活動を促進する大きな要因になっているようです。だかなっていうふうに思います。そうですね、やっぱ J1 上がって関東でそういう仲間ができた頃からでしょうかね。はい。一緒に見ている仲間はまあ10人前後ぐらいですかね。でも知ってて、名前まではちょっとわかんないかもしれない、顔を知ってて挨拶する人はそうですね、2、30人ぐらいいるんですかね。2005年から見始めて2012年まではもう本当に夫婦で行って、でサポーターの方はほとんど知らない、誰も知らないっていう、で新潟にも縁のもなかったので知人もいないっていうような感じだったんですけども、たまたま2012年のなんかアルカン、アルビレックスの関東のサポーターの方の飲み会に参加する機会があって、そこからだん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 知り合いができるようになって、でやっぱりスタジアムに行って全く知らない人ばっかりよりもその知ってる方を見かけるとやっぱホッとするし、まあその勝った負けたで一喜一憂できるっていうのは本当に嬉しいことだなって思います、うん、はい。学生時代の友達とかいるんですけど、まあ、それよりももう今のそのアルビの仲間の方が当然毎週会ってる人もいるんで、なんか多分一緒の友達になるのはそっちかなっていう感じですかね。で、おじさんなんですけど、若手のコールリーダーの
さっきも飲んでましたけど一緒に、うん、だからなんか 若者からそういう話を聞いて若返るっていうか、はい、なんかウィンウィンな感じ、うんうん、だからなんか本当アルビのおかげで若返ったなっていう感じはあります。こうしたサポーター同士の交流を促進し、クラブの支援につなげようという組織がアルビレックス新潟後援会です。会員の皆さんはどんな気持ちで後援会活動を続け、何を得ているのでしょうか。神奈川県相模原市の焼き鳥ほがらかの店主、須山さんに伺いました。須山さんはアルビレックス新潟がまだ JFL で戦っていた時代から後援会員としてクラブをサポートしています。毎年8万円分ほどの小銭でいっぱいになった募金箱を手にビッグスワンに数回訪れます。お客さんもよくなんで思うので新潟なのか聞かれますけどね、愛してるからの一言で終わっちゃいますから、ね、そうですよね、新潟愛してるんです、はい、それだけでいいですで、こっちに今 SC 相模原ができてますから、はい、まあ運営的な感もありますけど、ね、いえ、もうここに来たら、まあ、こっちに来たら新潟だってのは、はい、もう分かってるって、はい、ここ店入ったら新潟ですからね、はい、だからこれをもう もう何年ぐらい経つの、引っ越す前から考えるともう16、17年ぐらいになるんですかね。でもやっぱ来れる時はもう応援に、日曜日だったら来れたら、あと要するにもう募金がある、はい、わが僕もすごく重い状態で7万円、10万円の小銭を、うんうん、まあ10円玉でもね、集まるとね、ああ意外と集まらんもんだなと、それがもうクラブの支援に本当になってて、うん、まあ、僕らを支える、いやそう、まあ、いややっぱしね、うちに来るお客さんが、はい、あのやっぱしね、はい、まあおじりさんでも入れてってくれるとね、感情って言ってあれするときはありがとうございますっていうこと、新潟に、はい、これを釣り入れとけよなんてポンと入れておくと、はい、ありがとうございますそっちの方が大きいのやっちゃう、お金もらうより、そう募金もらう方がそう募金入れた方がね、そうですね、まあアルビをまあサポートしたいっていうのもありますし、まあ、講演会入ってるとこシーズンパスの特典、購入特典で少し割引になったりとかっていうのがあるじゃないですか、まあ、トータルするとそんなに変わらなかったりとかするんで、それであればちょっと講演会に入って、講演会のイベントとかもありますし、それでまあ入りました。あのね、直接応援しなきゃなって一番思ったのは、エジミウソンが浦和にドナドナされて売られてったことですよね。それまでだからまあ結果ね、スポーツ新聞とかで確認したりぐらいだったんだけども、まあ、一番の気持ち的には応援してたんだけどね。でエジミウソン売られちゃったでしょ。でえっていう感じですよ。だエースストライカーでしょとそれがこうね、ほんとこう、まあだから当時サッカーの遺跡のね感じなんて全然分かってなかったから、だから感覚に的に言えば、だ巨人の長嶋がどっかにねトレードされましたとか、そんな感じなわけですよ。そんな大変なのっていう感じで、でまあちょっと応援しなきゃなっていうのはそれからですよね。だ初めて家にも買って、で講演会はだから言っちゃ悪いけど、お布施っていうねCパスもそうです。だから僕もだから年に5試合とかぐらいでしょ、せいぜい。でも関東でCパス持ってる、もちろん毎試合行くような人もいるけどね、Cパス持ってる人もいて、別のサポが言ってたんだけど、お布施だよお布施って
でとにかくもう財政的にも支えないとやっていけないんだから、まあ、それ声出すやつは声出せと、で金も出せるやつは金も出せでね。それはだから講演会入って、去年一昨年、去年今年ぐらいですよね、関東でイベントやったの。その前の3年ぐらい多分関東ではやってないんじゃないかな。だからまあ最初の3年はもうお金出すだけで、別にそれはそういうもんだと思ってたから。イベント始まってみていかがですか？いやもうこれありがたいですよ、まあ、この店のことだから、あの関東にいてやっぱり一番こうハンディキャップ感じるのはやっぱ正労とか行けないじゃないですか。そうですね。で正労車ないとまああかんし、だから1回しか行ったことないですよね、正労は。だから本当選手との交流っていうのは関東にいる限り、まあよっぽどあの好きじゃないと望めないし、そういう意味でだからこの2年間講演会で企画してもらって、で それこそ、まあ、東口とかね、生アトムとか今年で言えば武蔵とかマイケルとかね来てましたけど、そういう機会って本当ないので、それはこうありがたいなと思います。なんか毎年毎年あれですね、年初にあの選手の激励会が あった時に、後援会長の方がクラブに贈呈する時に、まあ、毎年毎年こう1億円を超えるような、あの他クラブでは考えられるような金額がこう皆さん あのサポートで支えられてるっていうことがあるので、まあ、その中の一人には慣れてるのかなっていう気はしてますけども。財政支援、会員同士、そして選手との交流。講演会を通じて会員とクラブが深く結びついていることがよくわかります。もちろん会員個人の生活の中にもアルビレックスが深く根ざしているようです。もう一部です。会社のストレスはもうスタジアムで発散みたいな感じ。アルビのためにこうなんか仕事してるみたいな、こうアルビがあるからこう月曜から金曜までなんとか頑張れるみたいな、そんな感じになってます。あ、生きがいいですね。苦労じゃないですね。なんかそれがないと、なんかこう1週間本当負けたりなんかしたらもう月曜日からこれですし、勝ったらもう会社別にあ いいよっていう感じ。別にスワンであろうが、はい、アウェーであろうが、なんか本当それが本当に生きがいになってて、うちの嫁もそうなんですけど、はい、2人してそうなんで。負けちゃうとね、1週間ずっとなんか、まあ負けだなとかなんとかって思って、それでもう試合の2日ぐらいまでになってくるとね、よし今度勝つととかそういうね、楽しみがありますから、だから J1 の残留でいいんじゃないでもそして勝つとまたさらにあれですよね、1週間楽しいですもんね。だからこの前もあそこにちょっと12勝書いてあるけど、もうあの中で起こってないのが、ジェイバミアンだって新潟と、あとはもうビビタルチームだけだと、ね、あとはみんな怒ってんだよ、はい、だからそれだけでも新潟は大したもんでしょって書いたんだよ。一言で言うとやっぱりでも自分のこう自分にとっての新潟ですよね、ふるさとですよね、アルビが。やっぱりこうアルビレックス新潟っていう存在がなかったら、やっぱり自分が新潟県出身だなんてことをこうこれだけ意識することもなかったし、でぶっちゃけに新潟に帰省する機会だってもう全然やっぱり変わってますよね。応援始めて、でそうすると不思議なもんで結構
こう Facebook とかいろいろそういうのもあるけど、こう昔の同級生とかと、あのそれこそ小学校中学校のね同級生とまた交渉が復活したり、だからやっぱりこう30年以上もう新潟離れてるんで、なかなかこうそういう機会ってあのアルビレックスの応援始めるまでってなかったんだけど、やっぱりこうそれ通じてこうふるさとに戻れたっていうかな、東京に住んでるけど、あ俺新潟県人だよというのをこうすごく確認できたんで、やっぱ目に見える形であるふるさとですよね、新潟が、アルビレックスが。このように首都圏後援会員の熱心なサポート活動の背景には、勝ち負けを超えたアルビレックス新潟との関わりがあることが分かりました。しかしプロスポーツクラブである以上、サポーターの望みはこれに尽きるようです。あのだから今度は死ぬまでに今度何かタイトル持ってるあるけどね、何かしらタイトル取ってほしいですねあのまあリーグ優勝でも、あのナビスコでも天皇杯でもいいんですけど、何かタイトルを取ってほしいと思います、うん、やっぱりもう長年ずっと J1 に居続けて、それはそれで素晴らしいと思いますけれども、もう全サポーターが望んでいるのはやっぱりタイトルだと思います、はい、頂点に上ってほしいっていう。優勝でしょ、まあ極端な話、優勝したら俺もう死んじゃってもいいなっていう